毛とか指プシ。相撲指プシできる Yeah, I can. ってない。今日はなんていう、なんていうタイトル？スケボー初心者にスケボーを教えてみた。イエーイ！スケボー初心者にスケボーを教えてみた動画です。この人は、この人は、こいつは、ちさ。Yeah. ちさですね。そうです。スケボーしたことある？ない。ない。ちょっと緊張する。なんでスケボーしたい？なんかスケボー滑れたらかっこいいやん、女の子。友達スケボーしてる人おる？いない。なんかプロとかの名前知ってる？うん。全然。うん。一人も。LA 行った時にスケボーシューって滑ってる子いて、かっこいいなと思ったから、シューって滑れるようになりたい。シューってそう、なんかこうシュー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 ってシューシューシューそう、今日はシューシューシューの練習。はい、お願いします。まずはスタンスはどれ？スタンスレギュラーかグーフィー？グーフィーって何？こうでしょ。これはグーフィー。右足が前だったらグーフィーです。こっちは？これはレギュラー。あ、左無理。右。これからスタンス聞かれたらグーフィー。グーフィー。I'm goofy. OK. まずはスケボーのテスト。はい。これはボード。ボード。で、これは？これ？このザラザラのやつ？わからん。これはデッキテープ。デッキテープ？デッキ。デッキテープ？デッキテープ。あ、デッキテープ？うん。タイヤ。違う。タイヤは車しか使わない。コマ。違う。コマ？ウィール。ウィール。これはウィール。あ、ピス。はい。これ？うん。ウィール。違う。これはトラック。トラック。トラック。この中にある柔らかいやつはブッシュ。ブッシュ。ブッシング。はい。それぐらいかな。で、後でもう一回テストするから。もう忘れてるけど。まずはプッシュですね。はい。なるほど。前足は良かった。もうちょっと後ろにしたらいい。このビスの前だったらなる可能性あるから。その。この二つの後ろ。後ろ。後ろ足は？こんな感じ。こんな感じですね。でも遅いですね。だって怖いもん。怖いけど頑張らなきゃ。今の星はこの辺から始まったけど、次はこの辺から始まってもっと強く。もうちょっと長いプッシュしてほしい。3回連続プッシュ。OK。こういうこと？そんな感じかな。めっちゃ速いや。うわ、罠に入っちゃった。シューシューシューってなってるやん。まだちょっとこんな感じだけど。スタンスちょっと狭いですね。ダメです。もうちょっと広くて、そう、これぐらい。それぐらい。もうできる。 OK。 今日はだいたいプッシュの練習しかできないから、ちょっとスピードチャレンジします。この辺からあの辺に行って戻ってくる。で、何秒で行けるか。普通何秒？俺は分かんない。
じゃあ俺もやってみるから。さっきやって。オッケー。こっちもスピードチャレンジやってるやん。ここから向こう行って帰る。戻る。どれくらい？でん13秒63。見えない。見えない。でも13秒14秒ぐらい。14秒。うん、早かったですね。目標は目標は12秒。目標あれ。じゃあ私の目標。うわ、頑張ってください。ちさもうやるね。はい。 Are you ready? 3、2、1、GO!まだ。おっそ。47秒。どうですか？それぐらいで満足？ダメか？なんかさ、まっすぐ進まんかった。それは練習ですね。多分みんなは初めそんな感じですね。まっすぐ行く練習とスピードの練習。最初は技できる前に普通に滑る感じ。どうやったらまっすぐ進む？それは練習ですね。まっすぐチャレンジ、イエーイ。これの間、よーい、スタート。これ次は3ブロック。いけた？うわ、一もできてない。こう後ろにこけそうになんねん。重心こっち、うん、あ、それは右になっちゃうことの理由は、前足が右すぎだから。で、こっちすぎだったらこっちに。だから、まっすぐは7。でもう一個気をつけないと。ことはこれですね。石？めっちゃちっちゃくて普段あんまり気にしないけど、めっちゃ危ない。こけるってこと？めっちゃ危ない。詰まる。ってなって、やばい。もう一個言うの忘れたけど、ノーズとテールあるから、このピンクのビスがノーズ、うん、でこっちはテール。あー、そうなんや。まあ、横から見たら、こっちがテールでこっちがノーズ、まあ、カメラで見ると分かんないけど、どっちの方がでかいと思う？こっち。あ、だからでかい方が普段ノーズ。たまに全く一緒のやつあるけど、自分で決めてどれがノーズ。後ろ向きに滑ったら滑りにくい。よく滑ったらこのブッシュが滑り方になんか慣れて、なんか曲がりにくくなる。逆だった。違う感じになるから。まっすぐチャレンジ、もう一回。あ、最初はまっすぐチャレンジしてたらそんなに速くとか気にしなくていいけど、さっきよりいい感じになってる。はい。止まらずにこう回りたい。乗ったまま。曲がり方ですね。はい。まあプッシュするときはこの感じですね。うん。ちょっとスピードを出してから。
コーンしたらこっち、うん、でコーンしたら後ろになるからここは。で足はこれじゃなくてこれだったらバランスちょっとやりやすくなる。このグレーのところの間に180ターンは継ぐ次継ぐYou can do it! I can do it! あ、フロントサイドターンの方が簡単だと思う。スケボー乗るときにこれがフロントでしょ、うん、でこれはバックだからその180したらで前に進んでるから前体のフロントが前でしょ、うん、だからフロントこれはフロントサイドこっち行ったらこれ進んでるでこっち180したら進んでるのはバックで今のターンやってたのはバックサイドターン多分フロントサイドの方が簡単。簡単。だから余裕。どこ行く？どこまで行く？いったん持ってないよね。次は宿題はスケーブルを買うことですね。え？何個ぐらい？これぐらいかな。高いやつ全部で2万円以上。おお、なかなかですね。でも持ってないと上手くならないでしょ。そう。できれば毎日10分でも練習したらいい。仕事行く前のテスト。でこれは？ボード板あ、板これは板これはステッカーステッカーこっちはちょっと待って次T から始まるフィール違うトラックトラックトラックで、これはフィールフィールピッ OK あ、この赤いやつはトラックの中の柔らかいやつ B から始まるビスクブッシングブッシングこれはビールじゃなくて何ビールボードデッキテープデッキテープ失敗ですねデカとデカとウィールだけビールとあビスビスもあってああビスですね半分ぐらいですねスケボーの単語も練習しなきゃその足で進むことはなんていうあダッシュダッシュ違う B から始まるプッシュ感想は感想は楽しかったけど怖かった何が怖いなんか速いから速いうん速いし、まあ、なんかティムの見てたらあできるやんと思ったけど自分がやったら全然できやんかったえこの日の前、うん、どれぐらい経験あるえゼロゼロゼロそれやったらいい感じですねあ、本当ですか、うん、まずはスケーボーを買ってできるだけ毎日練習して結構早くまあシューシューシューなりたかったら技じゃなくて普通に乗るだけで結構早くできるようになるかもなりたいありがとうございましたいいよ今度はどれぐらい上達してるのか第2弾しようみんな楽しみしてるかも頑張る2万ちょい高い方で安い方は多分1万円ぐらいどれにするかわいいやつかわいいやつバブルズイエーイ自分のためにこの靴買った買いました昨日へえ